子に潰されたんだ、ロンドン一の嫌われ者が。そんな肩書きで呼ばれるとはな。いつか私も同じようなことにならないとも限らないな。ミスター・レイモンド、それってどういうこと？大したことじゃない。重要なのはこの男が大勢から嫌われていたことだ。だが致命傷を与えたのは誰だ？男は知っとる。皆に嫌われていた。複数の傷があるが、どれが死因かははっきりしない。だがこんな男だ。直接死因を作っ。スパイクのような鋭い武器で刺された。出血してすぐに運動制御系が影響を受けた。しかし死ぬまでにはさらに6分かかったんだ。体内に少なくとも一種類の致命的な毒がある。彼はこの現場のオーナーで、俺たちみんな雇われていたんだ。給料を騙し取るようなやつだったから、みんなから嫌われていた。俺も好きになれなかったな。それは確か食事の時間だったな。通りの先にあるスタンドでリンゴを買っていたはずだ。それを正確にやるのは難しい。タイミングを合わせる腕がなければ。これを見たからにはもっと質問が必要ね。あの男はクズだ。地獄でたっぷり苦しむがいい。俺はクレーンの運転手じゃないし、操作もわからん。エディ、数日前にクレーンの操作方法を教えたよ。これについて誰かが詳しいかも。親友が一生不自由な体になったのに、アシトは何とも思ってなかったんだ。自業自得だ。以上だ。私の夫よ。毎日彼がリンゴを食べた直後に家計簿を持っていくの。それとナイト爵位授与式への招待状も持ってったわ。特別な王爵を使うものよ。当然私のことを連れて行く気はなかった。よく網針を使って紙をまとめるの。何か問題ある？毎日きっかり同じ時刻にここに寄ったわ。リンゴを1個買って2ペンスごまかそうとして、みんなそうするの。
彼はいたと思う。リンゴを買いに来てた。彼がここにいた時、木箱が地面に落ちる音がしたわ。アシトンは毎日午後にこのパブの前で立ち止まり、実業界の噂をチェックする、なんとなく嫌なやつだ。マダムの知らない密かなお楽しみがあると言っていたが、そのお楽しみとやらはやめたがっているのにそれを許さない、そういうやつだった。おい、 He's gonna get someone killed. He nearly did already. I've half a mind to drag him out and thrash some sense into him. That's what they said to him.あれはアシトンの仕業だ。恨まれていたんだ。誰かにうちの機械を壊させたせいで莫大な損失を負った。奴がいる限り成功は不可能だった。これに関してもっと質問しなくちゃ。実はいつもリボルバーを持ち歩いてる。私のように裕福な者にとっては危険な地域になりうるからな。だからこれは何の証拠にもならない。毎日見るわ。感じが悪い時もあるけど、よく知らないの。何年も来ていたよ。毎日1時に来て2分後に出ていく。薬物治療で私が投与する方を好んでいた。メアリーは信頼できる助手だよ。私の知る限り完全に公明正大だ。今日は店を掃除して薬の準備をしていた。それからリンゴを持ってきたな。容疑者をもう一度尋問すべきね。彼には青い薬を渡したんだ。ミスター・アシトンは確かに変だったわ。目が黄色がかってた。リンゴをかじった後青ざめたの。緑色に近いぐらいだった。薬局の女性？ええ、こっそり3ペンス余分にくれたの。ミスター・アシトンのために特別なリンゴを持っていた。彼にそれを渡したの。私がリンゴ売りに特別なリンゴをあげてって頼んだの。いけない？彼はひどい男。言いたいのはそれだけ。まあ、
あ、いいわ。薬局のあの女との浮気が分かったの。これが初めてじゃないわ。彼の聖職者への影響力を考えれば離婚は不可能よ。街で称賛の的だわ。本当にひどいやつだった。でも爵位授与式は何の関係があったんだ。まあこれでミスター・レイモンドはパーロック出版向けの小説が書ける。